こんにちは。スピリットボイス池本美代子です。今日のご質問、集客にはいい声の方がいいのか。シンプルです。ありがとうございます。そりゃいい声がいいでしょうというのが、まあ、一般的な答えですね。そりゃいい方がいいでしょうって。じゃあいい声ってどんな声なんですね。いい声、綺麗な声、明るい声、楽しい声、元気な声、積極的な声、まあいろいろありますけども、いい声になろうと思った瞬間から自分の声が変わっていっちゃうんですね。どう変わるか。私の声からどうやったらいい声になるのかな。もっと大きな声を出せばいいのかな。高い声なのかな。何かなって言って、自分の声をまず否定して、そこから何を付け加えれば私の声はいい声になるのかなって考えちゃうんですね。自分の声をまず否定するというところから、ちょっと外して、今日頭外していこうと思います。そうなんです。あなたの声はもともといい声なんです。で、そのいい声が出てくれば OK なんです。それが私がいつも言っている1、2、3の声なんですね。なぜこれがいいのか。ここに意識がいつもあるとしますね。で、ここにいつも意識があると、で、私はどうすればいいのかな、いい声どうすればいいのかなって考えるところに意識がいきます。で、付け加えようとします。でも、後ろに飛びます。意識が。1、2、3って後ろに飛んだ時に、ここは頭使うんだけども、ここ頭使ってないんですね。頭使ってなくって、出たとこ勝負の声なんです。こんな声出ましたけども、これでいいですかっていう、ちょっと今のやりすぎでございますけども、そんな風に自分のコントロールが効かない、どうしよう、こうしようって言えない声が飛び出てきます。で、その声って自分では後ろ、どうなってるかわかんないっていう声なんですが、この声が相手の心に響きます。ああ、なんだか、この素直なクリアな声が心に響いてきました。あなたの言葉がよくわかりました。ということになります。不思議ですね。ここで喋るときには自分で一生懸命こうした、ああした、こうした、こうした、こうしようと思うんだけども、ここだと全然コントロール効かなくって、出ちゃったっていう声。なんでここがいいかって言ったら、ここが本来のあなたの、まあ、なんとかな、あなたのあり方にいた時のあなたの声なんです。とてもナチュラルで、ニュートラルで、何にも染まっていない感じなんです。頭で考えると自分でないものをくっつけようとするんだけども、ここは純粋にシンプルにあなたの声が出てくるんです。で、その何にも邪魔されていないあなたの声が出た時に相手の心にヒュンと響いて、あなたの言葉って心に響きますね。スコーンと心にあなたの言葉が入ってきました。ということで、あなたのことは信頼できるという気持ちがしました。そしてあなたのおっしゃっている言葉を信じたいなと思いますっていう気持ちにどん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 変わっていくわけですね。なんとなくこんなのって、皆さんセンサーがすごいんでわかるんですよ。あ、この人本当の自分で喋ってんのかなっていうのと、ちょっと作って喋ってんのかなの違いです。作って喋ってんのかなっていうのはちょっとだけ、大丈夫かなってちょっとこう警戒モードになってしまいます。でもここでもう自分の頭のコントロールが全然ないところでお話になった声っていうのは相手の警戒を解きます。あ、この人本当にそう思って言ってるなっていうのがわかるからです。人間こういうもんでございますので、いかにあなたが心からの声で本当にそう思ってるんです、あなたにこれをおすすめしたいと思ってるかどうかっていうのがスコーンと伝われば、これ今回集客っていう言葉が入ってますけども、お客様にとってはとても心地のいい言葉、心地のいい声になると思います。ということで、いい声の結論分かりましたか？ 1,2,3 といったもう自分でコントロールできない自分のニュートラルなナチュラルな声でお話ができた時にお客様に喜んでもらえます。それは自分でこれがいい声なのか、これが本当にいい、お客様にとっていいのかどうかっていうのはもう考えじゃないんですよね。考えるんじゃなくって、自分の本当の声で
本当のことが言えましたというのが結論でございます。ぜひとも自分の本当の言葉を本当の声でお話ができるように、1、2、3の、あ、ここで喋ればいいのかというのを練習してみてください。